変わって天気予報です。午後は北風が強まり、空気がひんやりと感じられそうです。現在の名古屋市内、曇り空ですが、雨は止んでいます。気温は10.7度と、昨日と比べると大幅に低くなっています。また、北北西の風が5.4メートルと強まっています。午後の予報です。平野部では次第に日差しが戻るでしょう。 予想最高気温は名古屋と岐阜は14度尾瀬は17度と昨日より6度前後低いところが多い見込みです冷たい風が強まりこの数字よりも寒く感じられそうです夜は朝より気温が下がるでしょう雨上がりで風が強いため花粉は全域で多い見込みです明日の天気です高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう最高気温は名古屋で17度冷たい風が和らぐ分日差しのぬくもりを感じられそうです 週間予報です。気温は平年より高い日が多く桜のつぼみの成長も順調に進むでしょう土日は雨の降る所が多い見込みです